フランス領、インドシナ、フランス領インドシナ、フランス領インドシナは、1887年から1954年まで、大日本帝国により占領された一時期を除き、フランスの支配下にあったインドシナ半島、インドシナ東部域である。現在のベトナムラオスカオンボジアを合わせた領域に、相当する。普通院とも略する。フランス領インドシナは、 以下の領域からなっていた。なお、南海諸島、スプラトリー諸島、パラセル諸島も範囲に含むとフランスは主張していた。1887年10月17日、インドシナ総督府が設置され、海軍植民地省の一元的管轄下に、アンナントンキ金保護国と高知市が植民地を統括した。1 8 9九年四月十五日には、フランス大統領令でラオスを編入し、 インドシナ連邦が成立した。以下に各地域の成立史を記述する。フランス領インドシナ植民地の起源は、ナポレオン3世がフランス宣教手段の保護を目的に1858年に遠征軍を派遣したのに始まる。遠征軍はまず、ベトナム中部のダナン、ツーランに上陸、ついで最後に転じた。その後アロー戦争のために一時的な大規模撤兵が、 あったが、1861年に再度、フランス艦隊は、サイゴンに上陸し、高知市内一帯を攻略した。1862年6月5日、フランス政府と玄帳は、サイゴン条約を締結。玄帳は、高知市内東部三昌、ビエンホア、ジャーディン、サイゴン周辺、ティントアン、現在のミトウ）、プロコンドール島を割用し、また、ダナンの開港、不況の自由、 カンボジアへの自由通行権など認め、これが高知シナ植民地の始まりとなった。フランスは海軍植民地省の管轄下に高知シナ総督を設置した。カンボジアは1863年の条約でフランスの保護国となったが、それにより高知シナ西部の参照、チャウドック、ハティエン、ビンロンはカンボジア保護国と高知シナ東部植民地に挟まれる。 タイとなっていた。1867年6月にフランスは、東部三省の警備上の不安を解消するために、西部三省を攻略し、6月25日に、これを植民地として一方的に宣言した。この高知市が六省及びコップロコンドール島が、高知市が植民地である。カンボジアは、ベトナムとタイに侵略されつつあった。 1863年8月11日にフランスは、タイからの保護を名目に、ノロドム国王に保護国条約を結ばさせ、1865年4月1日には、カンボジアの保護権をタイに認めさせた。その後1867年のフランス対条約、1884年の新条約にて、ノロドム王は実権を完全に失い、フランスの保護国となった。 1882年にフランス軍がトンキン地方を占領し、1883年の第1次フェ、ゆえ条約1884年の第2次フェ、ゆえ条約によって、ベトナムを保護国化すると、ベトナムの創始国である新国の介入を招き、清仏戦争、1884年から1885年が勃発した。 フランス軍はトンキン各地で新朝軍と戦う一方、海軍が、中国沿岸部を攻撃したため、新国は1885年の天津条約によってベトナムに対する総主権を放棄した。この年が暮れる頃からインドシナ銀行がその既得権をめぐり、ソシエテジェネラルとおさむを争った。1八8 6年笛に現宮廷を置いたままトンキンは フランスの保護国とされ、フランス外務省の管轄下で、それぞれ理事官が駐在した。南部の高知市名は、フランスの直轄地であり、府への現長宮廷が、中部の安南の行政を支配し、現長から任命されたハノイ総督が、北部のトンキンの行政を支配する形であったが、いずれも形式に過ぎず、実際には、トンキン安南に配置された、フランス人理事官が、 実質的にコントロールしていた。名目的な保護国の形を残した巧妙な支配と言える。1872年頃よりラオスは複数の赤旗軍、木旗軍、ストライプフラッグス、国旗軍による来襲を受けていたが、総主国のタイは自国を守るのに精一杯で国王がフランスのに守られるという事件が起こった。1888年にフランスが 大保護領、ディエンビエン賞、ライチャウ賞、ソンラ賞を保護国化した。併合を不服としたイは、1893年にを起こしたが、キュールアンパバーン王国、ビエンチャン王国の併合が確定した。この結果、シャン州に進出していた、イギリス領インドと領土を接することなり、雲南問題が発生したが、1896年に、 シャムとメイコーン上流域に関する英仏宣言を発表して戦争を回避した。1899年、シエンクワーン王国、シエンクワーンゲ下安省がフランス保護領ラオスのルアンパバーン王国とフランス保護領トンキンに分割併合された地図には描かれていない。インドシナにおけるフランスの植民地支配を完成させたのは 1897年から1902年にかけてインドシナ総督に就任した大物政治家ポール・ドゥメールである。ドゥメールはインドシナ連邦の財政と行政機構を整備し、強権的な手段によって同化政策を推進した。その後、ポール・ボウ総督や総督らはフランスの文明的使命を正面に掲げ、教育の普及や富の増大、医療救済制度の充実、 現地人の公務員採用などを通じて、精神の平定化を目指す共同政策に転換した。インド市の植民地に対するフランスの投資は当初、本芸炭鉱、原波論市を中心とする鉱山業に集中した。メコンデルタや鉱がデルタでは、欧州人王地主による米作プランテーションも広く割れ、ハイフォーンから輸出される石炭や米が植民地経済を潤した。一方、フランスからは、 主として、繊維製品が輸入された。インフラ建設としては、昆明とハノイを結ぶ天古市鉄路、雲南ベトナム鉄道、1910年にアハノイとサイゴンを結ぶ南北縦貫鉄道、1899年着工、1936年完成。海運と競合したためさほど役に立たなかったが、さらに道路建設が積極的に推進された。 初期の独立運動としては、即位の翌年に、皇室勤皇大法棄の劇を発し応答を脱出し、各地で抵抗を続けた元朝八大皇帝の、漢木帝と、それを支えた大臣の御子と出説、漢木三に呼応し、北中部のゲアンハティンとアインホアクアンビンで、ゲリラ活動を展開し、勤皇独立運動の先駆けとなったファンディンフンとカオタン、北部爆山省に根拠地を築き、 大都市派の意を幾度も脅かした安よきの指導者、ホアンホアタムなどが存在する。1904年にはファンボイチャウ、ハンハイダマとクオンデコーが中心となり、ベトナム維新会を結成した。ファンボイチャウは、翌年に、反仏独立の支援を求めて来日、ドンズー運動をしたが、フランスとの衝突を恐れる明治政府の意向により、 日本がベトナムに強く加担することはなかった。チャウは1909年に日本から追放されると、1912年に関東でベトナム幸福会を結成した。同時期の活動家としては、暴力革命と他国への支援要求に反対し、国民教育及びフランスの民主主義思想への訴えによる国土解放を主張したファンチュ中人がいる。1916年が起きた。 1919年、ホーチミンが安南愛国者協会を組織。1930年、ホーチミンが香港でベトナム共産党、インドシナ共産党を設立。1930年、イエン賠償で選べトナム国民党による下安賞と派遣賞でゲティンソビエトの放棄。1939年、フランス植民地政府がインドシナ共産党を禁止。 1940年6月ナチスドイツのフランス侵攻によってパリが陥落してビシー政権が成立した。ビシー政権がドイツと休戦すると日本政府は同年7月雲南鉄道による中華民国国軍への援助補給風を総督に要求して西原少将を長とする軍事監視団をハノイに派遣した。日本はビシー政府に日本軍の駐屯を認めさせ、 同年8月には2万5000の日本軍が北部仏ン,ンキンに進駐させた。大部分のフランス軍部隊は日本軍の進駐を平和裏に受け入れたが中華民国との国境の乱村に駐屯していたフランス部隊は日本軍と交戦しつつ中華民国国軍支配下の雲南省に退却した。太陽国はフランス保護領のラオース王国の主権や カンボジア王国のバッタンバンシエムリアプ領州の返還を以前からフランスに求めていたが、日本軍がラオスカンボジアに進駐すれば、これらの要求を実現することが不可能になるとみて、1940年11月23日からラオスカンボジアに対する攻撃を加え始めた、対フランス領インドシナフ争。ソ1941年1月には、 シャムワンでも大海軍とフランス系巡洋艦ラモット・ピケが交戦し、タイ側の機関トンブリ級解剖戦艦、トンブリが撃沈される事件が発生した。これを見た日本は東京で大仏、タイフランス両国の間に立って居住調停を行い、東京条約が締結され、フランスはラオスのメコヌーガン、チャンパサク地方、カンボジアのバッタンバンシエムリアプ領衆を隊に、 活用することとなった。あと2対話非対抗主導名条約を結んで、日本の同盟国となる。さらに1941年7月、日本は、東南アジア侵攻時の基地とするために、南部仏印新中を求めた。これに対して、フランスのビシー政権は、インドシナにおける、フランスの主権を日本が認めるのを常に承認した。 こうして、独有総督のインドシナ植民地政府は、太平洋戦争の大部分の機関、日本軍と共存することとなった。アメリカ及びイギリスは、この南仏院進中を行わないよう求めており、日本の進中は、太平洋戦争へのをもたらすこととなった。戦争中、インドシナ植民地政府は日本に中留費や、本ゲータンやゴム、米などを供給した。一方で、 インドシナ政府は植民地支配継続のための軍事力を得ることになった。この体制は現地住民にさらなる負担を強いることになり、現代のベトナムでは一つの首に二つの首かせと評されている。しかし、1944年にパリが解放され、ビシー政権は崩壊するとド・ゴール派からの働きかけも活発化し、 インドシナ植民地政府の立場は微妙なものとなった。このため、日本軍は1945年3月9日、民豪作戦を発動して、フランス植民地政府を武力によって解体し、普通処理、笛の宮廷にいた、バオダイ、古代ミカドに、ベトナム帝国を独立させた。また、3月12日には、カンボジアのシアヌーク国王にもカンボジア王国の、 独立を4月8日には、ルアンパバーン国王のシーサワーンウォン王にも、ラオス王国の独立をそれぞれ宣言させた。1945年8月14日に日本政府がポツダム宣言を受諾したため、ベトナムでは中国国民党軍が北ベトナムに、英印軍が南ベトナムに進駐して、日本軍の降伏を受け入れた。なお、安現、 関東省不可思考は1945年8月、普通からの中華民国軍撤収の見返りとして、中華民国へ正式に返還されている。ベトナム8月革命によって、ハノイを占拠したベトミンのホーチミンは、バオ大帝の大意を説得し、9月2日にはポツダム宣言調印と同時に大統領として、ベトナム民主共和国の独立を宣言し、 ラオスでは一旦独立が撤回されたが、8月18日にラー、ラオイサラが結成され、臨時政府を樹立し、10月に独立を宣言した。しかし、フランスは、これらインドシナ諸国の独立を認めていなかった。1946年に植民地再建のため、インドシナに戻ってきたフランス軍は、高知市が植民地を、高知市が共和国として、他地域か分離した上で、安南。 トンキンにいるベトミンの制圧戦争、第一次インドシナ戦争を開始した。当初、ハノイなど都市部を占拠していた、ベトミン軍は農村部に交代してゲリラ戦を余儀なくさた。しかし、1949年に中華人民共和国が成立し、1950年に朝鮮戦争が勃発すると、ソビエト連邦と中華人民共和国は、 ベトミン軍に対する軍事援助を活発化させ強化されたベトミン軍は1954年のディエンビエン風の戦いでフランス軍を敗北させた。このためフランスはジュネーブ協定によってインドシナ三国の独立を承認しフランスのインドシナ連邦は正式に解体した。1949年はラオス王国。 1949年から1975年として独立した。1953年にラオス内戦、1953年から1975年が勃発し、それに勝利したパテートラオにより、ラオス人民民主共和国が成立した。1954年はカンボジア王国として独立したが、カンボジア内戦、 1967年から1975年が勃発し、1970年に、ロンノル政権のクメール共和国、1970年から1975年が樹立された。ポルポト政権の民主カンプチア、1975年から1979年が誕生したが、カンボジアベトナム戦争で崩壊。1979年、 ベトナムの支援するヘンサムリン政権のカンプチア人民、共和国、1979年から1993年、とサンパ連合の民主カンプチア連合政府、1982年から1993年に分裂。国際連合カンボジア暫定統治機構、1992年から1993年を経て、カンボジア王国となったが、キューサムファン政権の 1994年から1998年がパイリンに割挙した。トンキン、アン、南ン、高知シナを統合するベトナム民主共和国が1945年に独立宣言をする一方、それにとって変わる勢力として、フランスが後押しするベトナム国が1949年に成立した。ジュネーブ協定の結果、両者は北緯17度線付近に引かれた。 軍事境界線を境として暫定的に来た民主共和国と南ベトナム国に分かれ、1956年までに総選挙を経て将来の体制を決定することに行った。だが、冷戦の激化に伴い、フランスの肩代わりでアメリカが東南アジアでの反共活動を継続、ベトナム国のジュネーブ協定への参加を見送らせ、1955年に ゴディン・ディエムを大統領に擁立して、トナム共和国、南ベトナムを成立させた。これを受け南ベトナムでは、南ベトナム解放民族戦線による、ベトナム戦争、1960年から1975年が勃発、イゴン陥落で、反共政権は崩壊するまで激しい打ちが続いた。1975年、ベトナム民主共和国の指導下にある、 南ベトナム共和国臨時政府が南ベトナムを昭和区1976年にベトナム民主共和国へ吸収されることでベトナムの独立闘争は終焉した。しかしその過程で共産主義国家から脱出するベトナム人が大量発生し1981年にはボートピープル問題が国際問題化した。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。